高岡市消防本部です。今日は消火器について学びましょう。皆さん、消火器についてどのくらい知っておられますか？今日は知っている人も知らない人もこの動画を見て消火器をマスターしちゃいましょう。ちなみに消火器の使い方は超簡単です。このようにたった3つの動作で消火器は使うことができます。まず黄色のピンを抜きます。ホースを火に向けます。最後にレバーを強く握りましょう。その他のポイントを紹介します。消火器の場所を覚えましょう。火事だー、火事だー。大声で火事を知らせましょう。あまり近寄ると危険です。遠すぎても意味がありません。火から3メートルから5メートル離れて使います。燃えているものを狙いながらほうきで吐くようにして近づいていきます。イエーイ。他にも消火器の放射時間は15秒程度です。古い消火器は取り替えましょう。流れを見てみましょう。イエーイ。皆さん、消火器の使い方は分かっていただけましたよね。じゃあ万が一火災が起こった時はこの動画を思い出して落ち着いて行動しましょう。